よろしくお願いします。いらっしゃい、岩佐です。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも、分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて今回はお相手の方居飛車ですね。居飛車で何してくんの。まあ角系だから矢倉かな、なんかそんな感じしますね。角引いて使いたいと言ってるようにも見える。まあそれは一回手抜こうかな。今は別に挨拶しなくていいかな。まあ金上がって、うん、そうだね、角は引いて使うんですよね。矢倉でしょうね。矢倉に対してどういう形がベストなのと。これね、左端なんか受けて受けなくてもいいんじゃないかと最近思ってきたんですよね。なんかね、暴れてくる人多いんですよ、端から。すっごいなんか無理攻めなんだけど、その無理攻めめんどくさいんで、まあ、しっかり対策しとけば全然怖くはないんでしょうけど、まあその受けになんか時間使ってるのもちょっとめんどくさいところあるんで、まあ、これは取るわな。で銀上がっといて、まあ歩ついといて、銀をもし37、あ、じゃあ73か、73で使ってくるんだったらと思ったんだけど、それは何、取るとってこと。取って歩打って銀上がる、角で取ってきて金が上がるみたいな変化もありそうだね。取ってみるか。で金上がってこう。でしっかり受けとくんかな。まあ角のラインやっぱ嫌なんで受けときましょうか。まあこれでなんか玉頭ちょっと得したよなみたいなのはありますからね。で多分気持ち的には中住まいかなとか思ったんですけど、なんかね、飛車を下段に引いた時の金の裾が気になるんで、真ん中行きたいんだけど、これあえてこっちがいいんじゃないかな。なんか右玉なんだけど、こう玉頭に張ったみたいな、なんかそういう形が良かろうと思ってるんですけど。ん？それはね、これ一回つくよ。角あなた引けっていう話ですね。おお、ほほほ、なるほど。そうかそうか。まあ、それ一個避けとくんかな。金別に寄らんでいいな。こっちかな。これ、角を引かしたいっていう話があるから、やっぱ睨まれたの気持ち悪いっすよね。ほんまか？ほんまか？よいかは、ここついていった方が痛いんじゃない？これ、歩つくと同銀とはできんから、絶対壁銀の形になるんよね。ここで角引けって言えば、軽ジャンプが入るか。あ、そうよね。だからそっちに引くしかないよね。そしたら、これも、ここついて、まあそうよね。そうなるよね。で、ここに爆弾設置しとこうか。で、歩突きに関しては、4六歩に関しては多分ね、下がるしかないかな。4六歩下がって金だけ。別に何もできんとは思うんだけど。まあ、部分的にね。とりあえず、4五桂跳ねとくんかな。まあ、桂跳ねといて。
7分。それはね、下がるしかないのかな。まああの歩を角で払いに行くか、6八角から4六角みたいな感じで右に転換して使っていこうかなとか思ったりするんだけど、でもその前に一回銀が邪魔だからしゃあないから、これ6六歩打っとくんかな。6六歩7四銀6八角みたいな感じで転換して使った時にどうしますっていう。まあね、銀5段目におるのやっぱうざいから下がってもらっとくんかな。で角引いて、なるほど、そうかそうか。そしたら俺もさ、なんか金を上がってさ金でこの歩取りに行く。でよく考えたらこれ角交換どっちがいいのって話はあるんだよな。角交換をしていいのかどうか。まあね、やりたくはなるだろうね。まあとりあえず金で取っといて、で5六歩なら同銀で取っといて、すんごい手厚い。こういう神経結構好きっすね。なんならこれさ、たらしまで出てきてるからね。5四歩のたらし結構きつくない？ 5 四歩から5三歩、歩なる同金同桂みたいな感じであるから。いや、これワンチャンこれさ、同角あるかって思ったりするんだけど、でもそれはやりすぎかな？同角は金の紐がなくなるから同歩がいっちゃうな。うん、まあそれはね、取らないかんよね。取るか、あ、取らないかね。取らんと正しいやから、これはやばいよね。まあ、取って、で、飛車走ってくるってこと？まあ、別に右玉系みたいなもんやから、なんか、正して勝負でも全然いけそうな気がするけどな。なんか、その飛車浮いてるのポジション悪くないっていう話っすね。まあ、タレフ。相手の銀桂は左側でかなりこう苦しんでる感があるんだけど、渋滞してる感があるんだけど、こっちは金銀桂が中央に何枚おんねんって話じゃないですか。で8八歩は桂馬ジャンプすれば大丈夫。まあ1回歩打ってもいいな。で8七歩とか別に重いから、やっぱこの戦いはね、なんか中央の5三地点とか、なんかそっちの方面から攻めていきたいところはある。あー、これ銀が手に入ったら5三銀打ちとか結構厳しくないが、ここで桂跳ねていく手は全然あるかも。7七桂8八歩成6八金でと金どこ行くか。香車取るんかな。5分。なんかね、金上がるのはちょっとなんか筋割れな感じもするんだよな。桂跳ねな気がするんだよな。桂跳ね歩なる金によって、桂跳ね歩なる金によったときに、と金引いたら桂ジャンプ、同銀は同歩かな。そういう読みでどうかな。まあ、と金はさすがに渋滞しておると思うんだよな。まあ、香車は取られるかもしれんけど、
香車は取られるかもしれんけど、それはジャンプじゃないの。まあそうね。でこれね、角がさ飛び出す手をちょっと見えてきてさ、ちょっと気持ちいいんだよな。そのためには金に紐がついとくとか、金が邪魔しとかないかんから、なんだそれ、なんなら上に上がりたいくらいないけど、上上がるとなってくるか。いや上上がっといていいんじゃないかな。なんか横はね、なんか竜の利きが気になるから上がっといてどうよ。すごい陣形こっちからは5三銀が楽しみですからね。5三銀に同金なら同歩成でボロボロですよ。でもし一回竜が二段目に来るようなことがあれば、桂外してと金引かれて桂打つんかな。その桂を攻めることができますかという話だからね。でもしそうね、竜二段目桂外すでと金上に引かれる、桂打つと金もう一回引かれた時に4三歩成から2二角ブッチみたいな感じで角はぶった切れそうやから、大丈夫そうやね。例えばこれ、5八桂成は7五角1回飛び出す感じかな。すごいね、俺の金銀桂がさ全部中央に集結しないけど、すごい形。桂成、桂成、あーまあ一回ね紐つけてきたということですね。こうぶち込んでダメな。5三銀、まあ取るのはと金ができるから多分いけるよね、押していけるよね。ってことで避けるんだろうけど、避けてもやっぱと金ができるもんな。これはぶち込んでいって押していけると思うんだけどな。まあ取ってで歩成ってで角に当てるんかな。ぶった切ったら同角かな。何もしなかったら7二金は打っときたい。あ、え、それは詰みじゃない。7二金って詰めですよね。はい、ありました。お前がナンバーワンだ。はい、いかがでしょう。今回ね、右玉っぽい形の戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。